物語も最終盤、第11章6番目のタリスマンやっていきましょう。もうすぐ解放の奴らはこの世にお別れのキスをプレゼントしてやるか。最初で最後の最高のキスをな。そしたら影を使うことで全て無視しつつライトオーブを破壊できます。そしたらですね、この帰りにこう弓がたまに見てることがあるのでそこだけ要注意です。そしたらこう言って、まあ、さっきと逆なんですが、まあ、ちょっとこいつがここにいるときは都合が悪いので、まあ、ここまで行ったら右の方の草むらのところら辺までジャンプしますね。この草が目印ですね。そしたらいけますので、右から回るより左から回った方が安定します。で、シミを作って影を使っていきます。そうすることによって安定します、ここもね。で、次なんですが、OK ね。そしたら鈴を使って呼び出しておいていきます。忘れてなかった鈴、まあ、ちなみにここ黒砂を使っていこうとしてたんですが、なかなか安定しなくて、まあ、しょうがないので鈴を使うことにしました。で、ここも黒砂を使うことでここも安定して走っていけるので、まああの弓兵がどこにいても無視することができます、まあ、どうせ回復できるので、まあ、黒砂を使ってもいいんじゃないかなと思います。そしたらここは、おっとこのままじゃ心臓が口から飛び出しそうだ。病院行け。大丈夫か。神社はすぐそこだ。影の女帝もな、誰もこのパトロールをやりたがらないのも当然だ。パトロールなんてどれも貧乏くじさ。冗談じゃない。女帝が自由になったらどうする。侵略者のことを聞いていないのか。女帝を助けに来たんだぞ。しかも止めることができない。荒神止まるんじゃねえぞ。慌てるのはまだ早い。将軍が神社を見張っているのを忘れたか。将軍がここへ現れたら侵入者なんてイチコロさ。という会話をしますので、影に合わせといて、ここにいればね敵に見つかることはないので、だからおらに行って影を使えば全く問題なく突破することができます。楽勝ですね。で、次はここのここら辺にねジャンプできますので、うん、こいつがいたら行こう。そしたら左から見てることがあるので、ちょっとこの木の箱の影ぐらいにジャンプします。そしたらこの木の根元にここでねジャンプします。そしたらこの壁にねジャンプすれば大丈夫です。で、敵の位置が知りたいので、奥のやつもいないかな。だったら今行けますので、そしたら行きましょう。こいつがこの字に行きますので、この字にこうね、カタカナのこの字に、あ、今行けたね。今行けたのに行かなかったからちょっとあれだな、1ターン待つ必要があるかもしれない。で、弓の射線もねここ通りますので、まあ、それが切れてから行きたいこれねっていうのがあって、ちょっと様子を見てしまったんですが間違いでしたね。で、正規ルートはちなみにこの階段をねここの上ってぐるーっと回ってこっちに行きます。めんどくさいじゃないですか。なのでショートカットをします。少し待ちましょう。いけそうですね。そしたらこれ切れたら少し手前の方からにジャンプします、影のね。そしたらこの柱にこう染み作れるので、まあこれでね完全にショートカットができます。で、左の兵士が邪魔なので、この左のこの兵士かな、この兵士が手前に来るので、この状態で行こうとすると見つかってしまいますので、で、あとこの弓兵が右を見てる時も見つかってしまいますの で、あともちろんこの正面のねこの兵士がこっちに見てる時は見つかってしまいますし、走ると見つかっちゃうので黒砂を使ってこいつは無力化します。
弓がちょうど多分左ミックぐらいのタイミングで、来い、来い、おっと、おっと、クロスな。でやると、ここは突破できますので、あとは、ここね、行けば大丈夫です。で、ここも帰り道が発生するので、こうやって帰っていくところなんですが、めんどくさいじゃないですか。なので、ここもショートカットします。で、残っておいた影を用意しといて、ちょっと降りてきたら、この柱のところにジャンプします。そうすると抜けれるので、で、影を使えば、確実にここも安定して突破することができます。で、回復できますので、で、ここで最終ラウンドですね。荒神、あの塔が見える?最後のお札はあのてっぺんにあるってクロスが言ってたわ。いよいよあと一つ。信じられる?信じらんねえぜ。ここ飛んで、飛んで、もう飛んで、ここで円を使います。こいつの位置とこいつの位置が知りたいので、OK。そしたらこいつがこっち見てるので、今行けないので、それが左を向いたら行きます。そしたら、まあ、ここ素早く行けば通れるんですが、安定を期すんだったら、こいつが右に行って、後ろを振り向くタイミングで、ここに入れ替わります。ここね。そしたらこう光やるんですが見つからないので、ここちょっと端っこの方を歩かないとダメで、でこの手前に敵がいるので、そこの敵も様子見なんですが今いなかったので、そのまま行っても大丈夫ですね。でそしたらここから影を使います。でライトオーブを壊して、で本当だったらこの道も正面行くんですが、ここもショートカットをします。おっと、敵がどの位置にいるか、いましたね。そしたら上にジャンプすればいけますので、そしたらここからこのね、上にジャンプできまして、まあここまでだったらあんまり意味のない技なんですが、ここから実はこの岩って上の方にやると全然シミができないんですが、このちょっと下の方にやるとシミができまして、上にジャンプすることができます。で、お、今。そしたらここをやってジャンプするとショートカットができます。で、さらにここら辺にジャンプできますので、やったらクロスナを使って影を使えばもう絶対見つからないので、もうこれで勝ち確ですね。なのでここは全部安定してクリアすることができるという、なかなか優しい面ですね。というわけで終わり。ついに うわあ、この光の、お前もライトリープを使えるのか。闇子激おこ、ダークダガーのパートナーだったんだろう。そして光の使い手、前に見たことがある。私の両親を殺したのよ。彼らも戦争に、この記憶のはずよ。いや、これは最後の戦争じゃない。何年も前に起きたこと。ダークダガーから任務が与えられたの。くしくもそれはこの男たちの町だった。両親の復讐を果たす絶好の機会だった。私とオロチ、リュータは攻撃を仕掛けた。でも相手には分かってたの。我々が復讐を果たそう。あら、その必要はないわ。みんな死んだの。どうして？私が始末したのよ。残らずね、町全体を廃墟にしてやったわ。オロチとリュータが殺された怒りで凄まじい力が覚醒した。理性を失ったわ。でもいいの、奴らは死んで当然よ。犠牲者は私の家族や
友達だけではないでしょ。奴らは何年も大陸全土で人々の命を奪っていた。でもあの夜を境に、私は世界に私の力を知らしめることを誓ったの。光の組織の攻撃から全てを守るという誓いを。ようやく平和が訪れようとしていた。そしていきなり解放が現れた。光は新たな抑圧の時代を導こうとして、ほぼ実現するところだった。荒神、あと一歩であなたは救世主になれるのよ。その一歩を踏み出そう。解放の将軍はいつ現れてもおかしくない。気をつけて。もう何百万回も言ってるけれど、そんなに言ってないだろ。くれぐれも気をつけて。そんなに言ってたら耳にタコができるわ。心配ない。うまくやってみせる。この穴もお前がやったのか？ヤミコ、こんな奴についてて大丈夫なのか？というわけで完全ステルスを。さあ、恐怖の12章ですね。ここが怖すぎてパート1を投稿できないでいるんですが、これを見ているということは投稿できているということなので、まあちゃんと攻略できているという話なんですけれども、それをね、今回は見ていただこうかなと思います。なので、まあ、結構難しいステージではあるんですが、ここはですね、ちょっと運ゲーになりまして、このシミを作って前に進みます。そうすると向こうに行きますので、これがね、なんか視点がおかしい。 50% ぐらいで失敗しますので、もし失敗したらやり直しです。で、危な。ここは敵の弓の息吹を感じながら前に行けば大丈夫です。今のところは安全だけど、ずっと遠くに瞬きをしている。何かいい手は。ちなみにボスに見つかっても完全ステルスは消えません。ダメだ。このパターンが一番嫌だ。ここのパターンの場合だけ待ちが発生するので、なのでこいつをかわす必要があるんですが、こいつが見えてない時はもうパッと行ってしまえば終わるので、ね、ここにワープしてしまえば大丈夫で、この壁におあつらい向きに穴開いてますので、で、あとは今後ろに敵がいたので、ここに染み作っていきます。で、あとはまっすぐこうね行けば終わりです。で、まあ、ここからなんですが、まあ、この神社もありますけれども、まあ、こういうのはまあ無視、なんかぶっ飛んだ。無視してよくて、この後ですね、ここまで行って、盤木使って、そこにいるので、もうさっさと行っちゃった方が良さそうですね。今のはボスに見つかってるだけなので問題ないです。そしたらあいつがもう間抜けにあっちに行ってるので、まあ、さっさと行っちゃいましょう。このゲームはこの草むらめちゃくちゃ強いので敵が一切気づかないという間抜けで助かった。そしたらこのここに行きたいんだけど、こっちの草むらに敵がいるとちょっとめんどくさいのでね、こんな感じで行きます。ボスはこれでも狙ってこようとするんですが、草むらにいれば安心。何せ草があるからね。そしたらさっさと行っちゃって影を使います。で、あいつ後ろ向いているので、もうこれ壊しちゃってね、この草むらに行けば大丈夫です。で、この弓兵がめんどくさいので、クロスナを使っていった方が、まあ、安定度としては高いかな。あと奥のやつね、まあ、別にこれはいらないんですが、まあ、あったらあったでいいかなっていう程度ですね。なくてもいいです。そうするとここで今車線が切れてるので、このね草むらに行っ
て、こう言って、いやー間抜けだなこいつら、ザル警備ザル警備だ、一切見つけられないじゃないか。そしたらもうさっさと行っちゃって、あいつは後ろに行ってるので、ここは飛べなかった、飛べたそしたら行って、あとはこうワープして、おっと飛ばさないで、視点飛ばさないで、まあこんな感じでねやっていきます。あとはぬるゲーなので、おっと危ない。そしたら影を使っていきます。もう強行突破だ、強引なドリブル。そしたらここまで行って、影が切れるのを待って影を使っていきます。そしたら今あいつがそこにいるので、あいつがそこにいるってことはもうここに行っても大丈夫ということで、ちょっと行って壊します。そうするとボスがぐぬぬってなって撤退するので無理だっつって撤退するので、であとはここにシミを作って上に乗ればクリアと、簡単ですね。というわけで第12章もこの通り完全ステルスでクリア。というわけで今回はここら辺で終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。